そちらご利用していただければなと思います。この子たち大きな方をしておりますが、とてもですね臆病な性格しております。大きな声を出してしまったり、突然大きな動きをしたり、そしてですね背中棒、自撮り棒のような長いものにですね近づけてしまいますととても怖がりますので、絶対にですね皆様棒なんかは近づけないようにお願いをいたします。そしてですね本日たくさんのお客様にご観覧いただいております。どうかですね皆様マスクの着用ご協力をよろしくお願いいたします。さあそれではですね注意事項この辺りにしまして、今からですねお湯の方食べていきたいと思います。お湯の方お願いいたします。さあまたですね本日なんですけれども、実はですね生中継がこの後入っております。どうかですね皆様ご協力いただければなと思います。さあお湯の方出ますでしょうか。お願いします。ちょっとですねお湯加減調べたいなと思います。お湯加減となっております。さあお湯ですね、たっていきますとちょっとどんどん入ってきますので、ですねこれからですね本日の川流はゆずとなっております。皆様今日何の日かご存知でしょうか。では答えが聞こえてきました。そうなんです、冬至となっておりますので、カップルたちにもですねこちらのゆずを楽しんでもらいたいなと思います。さあさあ皆様ご注目ください。どんどんですねカピバラたち、ゆず露天風呂の方にですね使ってくれております。さあお湯ですね徐々に溜まっていくかなと思うんですけれども、今日ゆず湯となって入れていくゆずの方準備していきたいなと思います。皆様ですねそのままでお待ちください。ゆず入れさせていただきました。この後ですね1時間程度を使っておりますので、皆様ですねちょっと見えにくいよとお客様いらっしゃいましたらですね、またお時間になって見に来ていただければなと思います。またですね香りの方もとてもいい香りするかなと思いますので、皆様そちらも合わせてお楽しみいただければなと思います。それではですねこの後も伊豆シャボテンとお迎えぜひお楽しみください。